横山アナの50の質問。はい、やばいやばい、怖い怖い怖い。はい、鹿児島市アミちゃん。幼い時からサを抜いてアミって自分で呼んでて、周りの人からアミちゃんって呼ばれるようになりました。クリクリの目ですかね。この二重のラインがいい感じかなと思ってます。筋トレです。腹筋が一番好きです。自分が頑張っている感じが焼き鳥、脂身のこってりしてない感じがたまらなく好きです。ピーマン、苦いものは全部嫌いです。塩、もう幼い時から横山家はその食べ方をしてきたのであんまり考えたことはないです。華原朋美さんに似てるって言われたことがあります。鼻から上、トトロに出てくるカンタのおばあちゃん、めいちゃん。はい、以上です。韓国の俳優さんのコンユ、背が190ぐらいあるんですけど、顔がこんなに小さくて、もうそのスタイルが憧れます。あの焼き鳥のせせりを食べてる時です。ビールととにかく合うんですよ。一番幸せです。あの記者の方が猫にインタビューをしている映像を見て爆笑しました。なんかやたら毛利が私の椅子に座ってこようとするところです。座らせないよって言って絶対にどきません。反成人式の取材に行って、この子供たちと保護者の方々の涙にもらい泣きをしました。自転車を買って2日後にあの大転倒してものすごい大きな怪我をしました。これくらいの大きなあざができて痛かったです。スマホ、やっぱりどんな時ももう人も呼べますし、無人島って電波通じるんですか。通じると思って持っていきます。まあ、いるんじゃないですかね。私たちがこの地球に住んでいるように他の星にもまあいるんじゃないかなと思います。プリンセスになりたいです。幼い頃からプリンセスになるのが夢で、毎日キラキラしたドレスを着て過ごしたいからです。今何歳23歳です。あのプロのバレリーナでもう世界で有名だった吉田美也子さんという方です。もう40歳になってもずっと現役で踊り続けているその姿がとにかく憧れます。お医者さんです。ドラマで見たあの救命救急医の姿がもう忘れられなくて、3歳ぐらいから夢でした。あ、カウンセラーとかになりたかったです、ね、悩んでる人とかと言葉で会話して元気づけられたらと。スポーツジムのインストラクターをしてました。受付はもちろんなんですけど、こう鍛え方がわからない人に教えたりとかもしてました。貯金しました。もう一切使ってないです。今も両親に会うたびにいつおごってくれるんだと言われてます。ラプンツェルやっぱり女子の憧れですからね。ああいうお城に住んで、松田聖子さんの夏の扉、一番夏を感じられる曲、結構すがすがしくて可愛くてポンポンとかされたいです。 されたらドキッとします。まず距離近いじゃないですか。この手の大きさとかそのあったかさ、ドキッとします。一番は優しいところ。私が好きなこと、私が頑張っていることをちゃんと尊重してくれる、まあ、いつでも全力でですかね。小学6年生の時の担任の先生が毎日のように言っていた言葉で今も大切にしています。信じないです。いや、占いなんかに左右される人生はいけないなと思って、自分で思ったことを貫くって。洋服を捨てられないです。絶対に着ないのにいつか着るかもしれないと思って、もうあのウォークインクローゼットが家にあるんですけど、もう全く入りきらなくて外の段ボールに入れてます。食べたいものがすぐ手元に来る魔法、まあ、セセリー。男の子でスポーツ選手になりたいです。野球とかやってみたかったなと思います。こういろんな場所に潜入調査、まあ、今頑張っている部活だったりに潜入調査して、こう自分も一緒にやってみてどれくらい大変なのかとかを伝えるような、まあ、番組を作りたいです。33歳なので
こう素敵な家庭を築いていてほしいなと思います。うーん、まあ、両親ですかね。私がやりたいことを絶対に反対せずに応援してきてくれたので、多分小学生の時にカトゥーンの CD を買ったと思うんですけど、何の曲かはちょっと覚えてないです。ハマってました。なんでハマってたのかとかは全然覚えてないです。ないです。思いつかないです。あんまり転んだことはいっぱいありますけど、恥ずかしくないです。よく転ぶので内田さんに机をきれいにしてもらいたいです。人間観察が好きで、いろんな人の机をこう見るのが好きなんですよ。こう、まあ、みんなこう性格が現れてるなっていうところで、ちょっと気になるかなって思ってます。うわー難しい。会いたいって言ったらじゃないですかね、その LINE とかでも。まあ、会いたいって思った時はもう気持ちがあるのかなって思います。見ないです。まあ、見てもいいことはないと思うので、まあ信じるのが一番じゃないでしょうか。まあ一回もないです。してくれるように仕向けたいで、してもらった時にあ、やったなと思いたいです。悪い女だ。いや焼き鳥を死ぬほど食べたい。あ、クラシックバレエをもう20年近くやっているので、中学生高校生の時はもうひたすら踊ってました。週に6日ぐらい。お城を建てたいです。床は白 で外にはやっぱりこうね、こういう塔があって、こう小窓とかがあって。鼻で笑ってるんですけど、お肉、鶏肉、焼き鳥、地鶏、塩で食べるのが一番好きです。結構素材の味が、油の味をこう味わえるので。空気読めないテレビっていろんな人に、まあ、素敵なお母さんになること、まあまずは、まあ、鹿児島の方々に知ってもらうこと、そこが一番ですかね。多すぎる。毛利の表情がずっと気になって、プリンセスになりたいって言ったぐらいからちょっと話入ってこないですよ。その話したことあるじゃん。だからですよ、本気で思ってんだこの人って。ありがとうございました。